空意識。いや、怖っ。色規則税。あ、ショベルモン怖ー、ラバーズっぽい。え、ラバーズよちさんかぶって、やっぱそう。まだ、まだやってる。マジか、しょ。まあ。はい。おいじゃ行きまーす。お願いしまーす。お願いしまーす。次はおいしいぞ。ちょうだいちょうだいちょうだい。落ちてたまるかよ。落ちねえかな。おい、ミサトランのお腹から雪だらま出るのやめて。ちょうだいちょうだい。はい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 。任せてちょうだい任せてちょうだい。はいはいはい。あ、昨日見たよ。ナスキョン。ヤッコー。動画。チョングペングポン。ああ、はい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 。あら。え、あ、ま、あら、え、あれ死んでないの？ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。え、さっき言ったよね。え、やられた。え、あ、いないわ。ズズと登ったんすよ。ミーティングにさっき来た。で、一瞬見えたんすよ。うん。見えた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 。見えたけど、死んでるからもうマジで1秒ぐらい。ちなみにだけど、生きてた生きてた。マジで生きてた。そう生きてた。ちなみに今、詩人はしごの真ん中にいるんですよ、ミーティングの。あれ？めっちゃおるやん。めっちゃおるやん。めっちゃおるやん。停電の時に、停電になったタイミングでエンジンルームで配線やってて、その時ショボさんと一緒だったんですよ。で、ショボさんが宿舎前までの方、宿舎前まで走ってってて、停電明けぐらい宿舎前からも、走って戻ってきたんですよ。で、その間私すれ違ったらショボさんだけで、で、はしご登ろうとした時に真ん中ぐらいボタンなんで、もし突進さんが金庫とか行ってれば、わかんないですけど、宿舎前とかに。え、待って、詩人さん、この説めっちゃある。詩人さんね、その説めっちゃある。わかるわかるわかる。なんか、そんな気がしてきた。え、でも、ちょっと待って、皆さんいいですか？うん。提案があります。はい、私使用します。アイディアムです。あ、オッケー。私のことを全力で守ってください。はい。守ろう、守ろう。何があっても、全力で守ってください。いいでしょう、守ってあげましょう。僕が死体になるようなことがあったら、シェフさん、任せましたよ。まず一つ目情報をゲットした。あ、でもなんか2個に。おい、サイドキック危ねえぞ、おめえ。大丈夫か？あれ消えてる？あれ一個死体死んでも。え？おしゃらめだ、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 おしゃらめだ。動け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 。あ、全部で。ちょっと。待って。ロッチがシェリフでショボスケ切って同時押しじゃないの？いや違う、ショボさんだけ一人だけ左上に行ってたのよ、離れてたのよ。多分それはウォーロックで自滅を下げたんじゃないかなと思って左上に行って、でウォーロック発動したらたまたまラバーズでその相方を切ったか。それはないでしょ。最悪や。いや違う、あり得るのはショボスケさんがラバーズでその相方をウォーロックで切ったか、その中野っちが猫かぼちゃで中野っちを殺したことになってダブルで死んだかのっちか、この状況でありえる。そうだよ。いやー、わかる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 、言ってることある。わかる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 。すっごいシンプルに考えて、初手でラバーズなのにウォーロックでキルするリスクやる？いや、そうなんだよ、それは。知らん知らん。いや、俺ラバーズの線は追わない方がいいような気がするけどな、なんとなく。いや、そう、中野っちさんだったの。上に行け上に行け、中野っちよ、声を聞かせてくれ。離れろ、サイドキック渡す可能性あるから離れろ、サイドキック渡す可能性あるから離れろ。スッと、サイドキックの可能性あるから離れろ。あっちゃん聞いた？はい、カブトムシショ。これどうなるかな。今のは、ごめんなさい、2人の聞きたかった。わかるよ、ポンゼアロ。わかるわかるわかる。あっと、ショボスケからすごいこ、すごいです、すごい情報です。すごいね。ちょっとこれ、残り30秒ぐらいで言いたいですね。すごい。なんでだよ。おい、テレビ番組の手法とんな、お前。前置きが長いな。まあ仰天ニュースよ。せっかくなんでしょ。懐かしい。あなたのロールは何でしょう。あら、巻いたな、ロール。ショボスケさんからの情報です。
これすごいですよ。私はウォーロックです。ほらやっぱウォーロックウォーロックですとのことです。あ、マルコちゃんね、だからモサウォーロックのおじさん猫マモじゃない気がすんな今の。ってことはすごいポジティブ。ほぼそれです。ってことはすごいポジティブな意見するとめちゃくちゃ村有利になったってことだよ、ね、ほぼそれです。え、ひょい、オカルト猫カボチャがいる状態になるんです。最低の条件で考えた、ラバーズで落ちているってことになるのか。ラバーズで落ちてんだったらめちゃくちゃ楽だけど、あ、これインポスター落ちてんな。あ、これインポスター落ちてるで。あ、インポスター落ちてるけど、あとジャッカル探ししんど。落ちてるね、これ落ちてるね。あとジャッカルだね。いや、こわっ。あ、ショベルモン、こわー、ラバーズっぽい。え、じゃあラバーズも出るんだよね。え、よちさんかぶって、やっぱそう。まだやってる。マジか。え、突進されたこれ。え、何が起きてるの、これ。え、オッケー。えぇー。何が起きてんの、これね。おい、そんなに静かで。ずつ、何やってんの。ウェーじゃないよ。おい、なんか木魚叩いてる、木魚叩いてる、木魚叩いてるよ。やばいな、こいつ。ちゃんちゃんやられてるって確定でいいのかな。なんか ラバーズで死んだとかじゃないもんね、じゃあね。そうなるね。どうなんですかね。でもさっきのズズは、3秒前に死んだっていうことですね。あ、だったら、シュネさんの話と統合すると、ズズシェリフ、詩人チュアンラバーズの方があるんじゃない。じゃあ、ハッチャンと瀬戸さんとズズさん、え、じゃあズズさんとハッチャンと瀬戸さん、いつからいたんですか、ミーティングに。ですね、ズズはなんかチラ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 、そうすると結構矛盾が起きてて、シェリフのズズさんがチュワンちゃんの死体をまたいでミーティング上に登ってるっていう場面になっちゃうので、いや、ずっとはしごを行ったり来たりしてたんじゃないですか。いや、はしごのところでハッチャンはあのチュワンちゃんを見てたので、その行ったり来たりしてたらチュワンちゃんの死体は、いや、僕はチュワンちゃん見てないですよ。今誰見たの。宿舎の下に魂があったっていうだけです。宿舎の下に、それがチュワンの宿舎魂、ね、チュワンのジャッカルってや魂だったっていう話じゃない。宿玉ハッチャンと瀬戸くんはエンジンの間の通路にチュワンの下にあったっていうだけです、ね、うん、で、僕と瀬戸朝日はずっとミーティングです。いいなこういう宇宙人論。やりなよ。じゃあやりなよ。おーさすがポンズ。おい、何こうって言うな、お前こうって言うな。負けてしまったんでしょうか。Wi-Fi な。難しい勝負でした。